皆さんこんにちは、三輪恵里香です。今日はバレンタインデーにちなんでシェイクスピアから、ラブの名台詞トップ7を集めてみたよ、見ましたよ。喋って英語で一緒に喋ってみましょう。私ね、ちょっと今ここにパソコンが置いてあって正確に読めるようになってるんですが、やってみます。 No.1 夏の夜の夢から。なんだろう。 Love looks not with the eyes but with the mindLove looks not with the eyes, but with the mind. 愛してると目ではなくて心で見るようになるのっていう意味ですかね。ここでは Love は擬人化されてるわけ。Love っていう人は、愛っていう存在は Looks not with the eyes. 目を使っては見ないんだよね。But with the mind. 心を使って見るのよねって言っています。だから、I am looking at you not with the eyes but with the mind. 私はあなたを見ていますが、それは目で見てるんじゃなくて心で見てるんです。っていうと、これは私はあなたの目を、あなたを透かしてあなたの心を見ていますっていうね。見た目を見てるんじゃなくて心を見てるんですっていう、そういう意味になるわけ。で、ここでは、love を主語にしてるから、love looks with the eyes. あ、ごめんなさい。love looks not with the eyes but with the mind.ってなります。 No.2 これはヴェニスの商人から。 Love is blind. 恋は盲目。 Love is blind. ね、うん、ブラインドガガガガガって下ろすじゃない。このアイリッド、まぶたがガーって降りてくるのがすごいブラインドな感じなんだよね。恋は盲目。3つ目、これはソネットから探してみました。 Love is a spirit of all compact of fireLove is a spirit of all compact of fire. この Love is a spirit. Spirit って精神じゃない？スピリットみたいな。その精神っていうのはそもそも spirit ってどんなことかっていうと、ハムレットではハムレットの亡霊が I am thy father's spirit. 私はお前の父親の亡霊だとか言ってるわけ。つまりこの spirit っていうのは中身があって実体がない。中身があって実体がないような、でもだからどこにでも飛んでいくことができるみたいな。この人から発してることもあるっていうか。だから Love is a spirit. 愛は spirit の一種である。 Of all compact. 今度はこの compact っていうのはぎっしり詰まったっていうから、すごいこう中身がデンス、しっかりしてる感じがするじゃない。その辺がシェイクスピアなのよね。 Love is a spirit って言いながら Of all compactで、何がぎっしり詰まってるかって言ったら Fire 炎。火はぎっしり詰まらないですよね。だけどそれがシェイクスピアなの。 Love is a spirit of all compact of fire. 愛は炎がぎっしり詰まったものだみたいな感じですかね。愛は炎が詰まった心って訳してみました。 No.4 お気に召すままから。 Love is merely a madnessLove is merely a madness. 恋は狂気に過ぎない。これは説明出してみるけどね。No.5 これも夏の夜の夢から選びましたよ。 The course of true love never did run smooth. The course of true love never did run smooth. The course、 コースね、ものがたどるコース、コースですよ。Of true love, 真実の愛。Never, 決して、did run, 走ったことがない。Smooth, 速やかに。スムーズに走ったことがない。真実の愛は速やかに流れた試しがない。ですかね。No.6, from Romeo and Juliet. Love is a smoke and made, and is made with the fume of sighs. Love is a smoke and is made with the fume of sighs.さっき Love is a spirit っていうのが出てきたから、やっぱり実体がない。ここでも Love is a smoke、 煙だって言っています。 And is made with the fume of sighs。 どういう意味？ Fume of sighs、 ため息からの Fume も辞書で引くと煙なのよね。じゃあ Smoke の煙と Fume の煙はどう違うんでしょう？ Smoke ってなんか立ち上ってる感が
ある、あるいはブワッて囲まれてるような感じがある、スモーク立ち上る感じ。でもフュームっていうのはポーって吐いてる感じ。例えばあの火山の横からのこう噴気口から出てきてるのはあれフュームなんだよね。シュポーンって勢いよくファーって一気に出てる、一気に出ていってる瞬間そのものを表すのがフュームで、スモークっていうのはもう立ち上った、立ち上ってる瞬間じゃなくて立ち上ってるこの部分みたいな、あるいは立ち上ってこういっぱいになってるみたいな、それがスモークかもしれない。スモーク and film. So love is a smoke and is made with the film of signs. 愛の煙は吐息の薄い霧でできているってちょっと訳してみましたよ。そして最後は、今日の最後は空騒ぎから。I do love nothing in the world so well as you. I do love nothing in the world so well as you. シェイクスピアの英語はこう聞きながら聞くの。変な言い方。耳に入ってきた順番に理解していくの。だから、I do love nothing. 何にも愛してないよ、僕は。っていう。In the world. この世界で。So well as you, 君以外には。Oh! I do love nothing in the world so well as you. 君ほどに愛しているものは so well as you. だから、君ほどに well、たくさんよく愛しているものは nothing in the world なんだけど、I do love nothing in the world so well as you. この世で愛しているのは君だから。っていう意味ですね。いいですね、シェイクスピア。Oh, So, please have a happy Valentine and see you. Bye.